どうも皆さん、おはこんばんにちは。スティーブンこと音じゃデカ、デカボイス、続きをプレイしていきたいと思います。前回から、虚偽の司会者だったな、虚偽の司会者から追撃のララララララバイララバイやっていきたいと思います。一変して壮絶な修羅場とかつてないこの機に、偽司会者は歌姫ジュリアを拉致、用意されていた車での逃走を図る。駆けつけたエレノアと追跡を開始する。行くぜ。なあ、すげえ早いじゃん。自分で運転するんだね。気絶したあとはセイレーンの涙さえ戻れば。おお、あぶねえ。くそ、しっかり捕まって。すげえカーチェイスだな、この野郎。このうっとうしいわね。デカボイス号で間違いないね、これで。クリア条件、燃料がなくなるまでにクロリム巡車の偽司会者を倒す。基本的には銃撃戦と同じ操作ね。はい、R1 で立ち上がり、ハノスと座る、四角×丸、クラッションが鳴らせる。クラッションを鳴らす必要性はあるのかな。飛ばせ、ブレーキ、右へ、左へ、寄せろ、離れろ。は。飛ばせ、ブレーキ、右へ、左へ、寄せろ、離れろ。大丈夫だ。ここだけ覚えておこうな。飛ばせ、ブレーキ、右へ、左へ、寄せろ、離れろ。飛ばせ。スティーブン、今追いかけている車のナンバーがわかるか。わかったら俺に教えてくれ。わかんねえ。痛い。おい、ヤツのナンバーを教えてくれ。あ、待て、6256。6256か。わかった、ちょっと待っててくれ。飛ばせ、飛ばせ。なるほど、登録されてないな。間違いない、それが歌姫をさらって逃走した車だ。スティーブン、あとは任せたぞ。任せろ。車買った。まあ実際ね。どっか行け、飛ばせ。頼むぜ、エレノア。うおう、右。任せて。どれだ。何よ。飛ばせ。分かった。よし、運転手を倒した。ああ、これ左ハンドル取った。リロード。よし、倒した。飛ばせ。さあ、どこにいるんだろうね。あれかな、あれっぽいな。飛ばせ。分かった。うっとうしいわね。あれだ、ちげえかな。俺やられそう。いやー、俺やられちゃう。よし、飛ばせ。任せて。頼むぜ。どっち向いてんの。こっちだね。はい、6256、ナンバーは見えません。あれは何ですか。敵ですね。右へ。任せて。いる、なんだ。よくないの、いる。寄せろ。分かった。リロード。あ、いや、倒した、倒したね。飛ばせ。あ、あ、ちょっと待って、俺。スティーブン、しっかり。
マービン、スティーブンが。むずっ。しっかりしろ。おい、聞こえるか。スティーブン、ゲームオーバー。ちょ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 、待って待って待って。難しすぎるだろう。ダメージ食らわないようにしていく感じか。さあ、ルタシティ郊外スタート。チェックポイントはどこかしら。ここです。とっとと敵を倒していった方がいいね。止めて。邪魔すんじゃねえよ、この野郎。この女とあとはセイレーンの涙さえ。セイレーンの涙ってなんだろうね。さあ行くぞ。あ、スキップできた。あ、できるね。一定時間加速、減速、ブレーキ、右へ左へ寄せろ、離れろ。ブレーキした方がいいのかな。右に車線変更、左に車線変更。飛ばしすぎかな。さあ行くぞ、飛ばせ。スティーブン、今追いかけている車のナンバーがわかるか。6256。6256。6256か。バスター、ちょっと待っててくれ。頼むぜ。なるほど、登録されてないな。間違いない、それが歌姫をさらって逃走した車だ。ステイ、あとは任せだぞ。リロード。寄せろ。任せて。よし、運転手倒せ。いいんだよ。飛ばせ。分かった。いざ。あ、順調じゃないの。後ろから来てる、これ。オッケー。運転手だ。飛ばせ。了解。アップで。あれだな。この。寄せろ。任せて。いざ。いざ。倒したか。飛ばせ。そうするわ。頼む。何よ。危ない危ない危ない。ロックオンが大事。はい。どうしようね。オッケー。飛ばせ。よし。さあ、もう少し見えてくんじゃない。エレノア運転うめえな。おい、出た出たね。いろど。飛ばせ。リロード。もう一丁。寄せろ。いざ。もうちょい。もうちょいダメージ当てない。寄せろ。無茶言わないで。すまんな。飛ばせ。オッケー。いざ。スピードアップして。どこ行った、どこ行った。行くわよ。のー、すげえ。敵の車両一気に巻いた。飛ばせ。残りの残量はあと半分しかないわ。急いでね。了解。寄せろ。頼むわよ、スティーブン。行け。飛ばせ。オッケー。どこ行ったんだ。あれか。寄せろ。よし、横に入っていいね。カメラワークよ。はい。
よし倒したぞ。やったわね、スティーブ。すぐにジュリアを救出して。撃ってよかったのかな、今。てらり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 ら、何？ライアンコレクション？車模型の先端？これが精霊の涙か。違う気がする。そうだ、だが安静にしなければ。ありがとうございました。ところで、この人といい、さっきの黒服の人たちは？さあ、まあ、危ない奴らに変わりはない。え、本当ですか？よし、スティーブン、ここは引き上げだ。彼女には聞かなければならんことが山ほどある。署までご同行願え。長い夜になりそうだな。そうだな。コーヒー入れといてくれって言っとけばよかった。ああ、スティーブン度が下がっていく。セーブしていくぜ。またいた。いや、もう大変すぎたよ。銃撃戦にカーチェイス。まずは麻薬事件の口だが、密売人がドミニク・ラビッシュ、バーテンがゲイリー・ホプキンス、どちらもなかなか口を割らないらしい。珍しい義理がたい奴らだよな。おお、皆さんお集まりで。ライアン元気か？ああ。なんだなんだ、そのくたびれた面。若さが死んじまってるぞ、若さが。お前はどうなんだよ。お前もマービンに似てきたな、おい。サイモン、さすが署内ナンバーワンの口の悪さだな。いやいや、あれだ。最近俺はナンバー2に格下げになったんだ。誰だじゃ。で、ナンバー1は誰になったと思う？マービン？おお、素直でいいね。後釜はマービン。お前がナンバー1に昇格だとよ。スティーブン、お前は俺を敬うべきじゃないか？冗談だよ。そうだろ？麻薬取引の現行犯逮捕、略取誘拐の阻止及び司会者殺しの容疑者逮捕、輝かしい業績だが、全部俺とライアン、エレノアの助けがあったことを忘れないでほしいな。そうだよな。よし、いい子だ。それは置いといてだ。サイモン、早速事情聴取と行きたいんだが、取調べ室は空いてるか？部屋なら奥に開けてある。偽司会者の方は俺が取り調べるとしてた。スティーブン、お前は3号取調べ室でお嬢さんの事情聴取を頼むぜ。わかった。あ、乗り気じゃないようだな。それにしても彼女えらい別品なんだって。よし、スティーブン、やっぱ俺と変わるんだ。いいな。ダメだ。お前はすぐ本気にするからからかいがいがあるよ。なあ、怒んなよ。
年を考えろ、サイモン。まあしかしちょうどいい。俺も報告書の作成で手が離せなくてな。スティーブン、サイモンにレクチャーしてもらっちゃどうだ。落としのテクニックってやつをな。遠慮願います。よしよし、素直でいいね。こればっかりは経験がものを言うからな。よし、2号にも別件の取り調べが入っている。代わりにお前がやってみるか。やりましょう。心配するな、相手はせこいコソ泥だ。俺が通信で取り調べの極意ってやつを伝授してやる。それじゃあ、俺は取り調べ室の前にいるから。よくあるパターンね、こいつが犯人みたいな。汚職デカとかないよね、それ大丈夫。歌姫さんの事情聴取頑張ってね、スティーブン。うるさいぞ、エレノア。ずいぶんと張り切ってるわね。まあ、いいけど。2号室？ライオン、ちゃんとついてきてある？ちょっと、知らないんだけど。おスティーブン、やっと一息つけそうなのか？いや、これから取り調べだ。そいつはご愁傷様だな。ま、体を壊さない程度に頑張れよ。お前もな。頑張れよ。オースティー、俺から逃げ出そうと忙しいわけか。そうだ、忙しい俺は。ここはどこだ？誰だ？というわけで、今回の武器密輸事件についてだが、ん？スティーブン、お前も会議に参加するのか？部屋を間違えただけです。じゃあ席についてくれ。違います。よし、さっきも言いかけたが、今回の山は武器密売についてだ。つい数時間前、 B 地区で猟銃を持って立てこもった男を知ってるな？知りません。そうか、その事件の男の名前はペドロ・チョメチョチョス。年齢は34歳。呼びつれ。カルーム通りに住む会社員だ。動機は妻の浮気だったらしい。なあ、そいつは。問題はその男じゃなく、使用していた猟銃だ。お？それが最近出回っている改造銃なんだな。ああ、この他にも同じ製造元と思われる武器が、拳銃、ライフル、マシンガン、グレネードなんてのも見つかったな。やべえな、ブライアン。しかもほとんどの部品が自前製造だ。こりゃ改造なんて可愛いもんじゃないぜ。ここからが重要な話だ。よく聞いてくれ。はい。カサンドラグループを知ってるか？知りません。知らないのか。この国で5本の指に入る企業グループだ。ほう。グループ総帥のカサンドラという人物の素性が公開されないため、新聞がこぞって顔写真に懸賞金をかけたことでも有名だな。この武器密売はあのカサンドラグループが裏で手を引いているらしい。カサンドラは過去さまざまな事件への関わりを噂されながら、一度も立件されたことはない。政財界とも付き合いが深く、言いたくないが警察上層部もほとんどが買収されている。やばくないかそれは。なんて恐ろしい。ふん、それが実態だ。おい、そんなことより本題に入ろうぜ。あ、そうか。じゃあ今度のマービンの誕生日プレゼントを何にするか。本題本題それですか。いいじゃないか、それ以外は何がいいだろう。そうですね、コーヒーカップなんていかがです。コーヒーカップ、それは喜ぶな。他に何がいいかな。あとはサングラス。なるほど、それもいいな。よし、決めた、カツラにしよう。そうだな、そうしよう。それが一番喜ぶよな、スティーブ。間違いないね、それにしよう。
うんっつってなってる。喜ぶ顔が目に浮かぶな。本当だぜ。会議を終了する。解散。解散。なんだこれ。おかしいな。こんなはずでは。こっち側も行ってみるか。ちょうどよかった。うちのかみさんにもせっつかれていてな。今日こそ返事をもらうぞ、スティーブン。なんだ？何のことだっけ？本当に分かってんのか？縁談の返事だよ。うそ！うちのかみさんもお前のことは気に入ってるみたいだしな。どうだ、うちの娘と結婚するか？そういうことだよね。ちょっと考えさせてください。おいおい、それはまだ気が早いだろ。どういう気ですか？だが、それは OK の返事だと捉えていいな。違います。照れるなよ。よし、神様も喜ぶな。おかしいな、話が通じないぞ。週末でもうちに遊びに来るといい。わかりました。おお、ちょっとどこ行くんだ、スティーブン。ここは？誰かいるな。普通に？スティーブン刑事、自分に分かることでしたら何でも聞いてください。ここはどこ？これはもう期待の若手ナンバー2の刑事じゃないですか。あなたは誰？何を隠そう、ナンバーワンは僕ですけど。こりゃ一本取られた。はて、知りませんが。うん、そうだね。こんにちは。どうも。ん？スティーブンか。忙しいんで後にしてくれ。すいません。ああ、そうだ、その通りだよ。あ、誰かいるな。すいません。スティーブン刑事、ご苦労様です。どういたしまして。どういたしまして。ライアンと組んでみてどうでしたか？最高だ。本当ですか？ライアンが？そうだ、ライアンは最高だ。へえ、あいつ自分より下だと思う人の言うことは全然聞いてくれないんですよ。いや、そういう犬だからな。素直じゃなくて。スティーブンさん、優秀な調教師になれそうですね。そうかもな。本当ですよ。今後もライアンのことよろしくお願いしますね。あいよ。よかった。ライアンのこと好きなんだね。ライアンご面倒言ってくれるかな。よーいし。どこにあるんだろうね、取り調べ室は。ねえ、刑事なのに自分の所属してるところの場所はあかんねってね、これね。どっかマップでもあんのかな。来たんだ。いたわ。どうだ、手始めにコソ泥の取り調べをやってみるか。やってみたいところだが、ちょっと待ってくれ。いいね、勤勉な若者は。おかしいね。よし、この2号取り調べ室に例のコソ泥がいる。俺が無線でレクチャーしてやるから、まずは指示通り尋問してみろ。よし、ここで止められたね。ということで、続きは次回お楽しみに。ほんじゃ、またな。クローズ。